侍さん方。レジ袋は有料化されたせいで棚卸しの度に、ガネットで話題。内容はこちら。レジ袋有料化に対する悲痛な叫びが話題のようです。では、周太さんのツイートより内容を見てみましょう。周太、お偉いさん方。レジ袋は有料化されたせいで棚卸しのたびに一枚一枚手作業で数えなきゃいけなくなったのをご存知ですか？お偉いさん方は庶民の苦しみなんて知らないでしょうね。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。簿記的には無料時代なら消耗品扱いにできたが、有料化したら商品は繰り越し商品になるのだが、棚卸しって何ってお偉いさん言いそうだな。レジ袋有料化意味あるのって思う。お偉いさん方はこの現実を直視してください。次はこちら。レジ袋有料化しても買う人は買うし、コンビニや100円ショップ、ホームセンターなどで安く買ったレジ袋使うし、マイバッグ持ってたらまだ購入してないの入れる万引きし、手間しか増えてない。本当ですよ、手間しか増えていませんよ。次はこちら。棚卸以前に有料化のせいでレジ袋の必要数を客にいちいち聞かなきゃいけないのだるすぎる。無料なら多めにぶち込み全部解決するのに、貴重な人生の時間をレジ袋数えるために使わないといけないとかやってられないですね。俺の滑舌が悪すぎて袋くださいって言ってるのにストロー入れられるのマジで辛い。信じろ、前の生徒ちゃうで。やはり多くの国民が苦しんでいるようですね。最後はこちら。4月以降はプラフォークやプラスプーンなんかも全部数えることに。今度からコンビニのスプーンやフォークも無料配布なくなると聞いて、想像すると恐ろしすぎる。結論。今回の件に関しツイッター上にはレジ袋は無料の時から数えてたとの声もあるようですが、結局は今回のような不満の声が上がるのはレジ袋有料化が根本原因ですからね。何せレジ袋有料化により売上激減、万引き増加、店員の負担増、客のストレス増、プラゴミ削減につながらない、完全に天下の愚策であるレジ袋有料化です。しかしそんなレジ袋有料化を最終決定した小泉氏は、決めたのは僕ではないですからね。本当おかしな話ですよ。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。